にちは、しきくん。昼休み中になぜ教室に残っているかって？ふふん、見ての通り、今日はフォーミダブルが日直ですわよ。ですからしきくん、次の授業の準備が終わるまで少し付き合ってもらえません？こんにちは、しきくん。昼休み中になぜ教室に残っているかって？ふふん、見ての通り、今日はフォーミダブルが日直ですわよ。ですからしきくん、次の授業の準備が終わるまで少し付き合ってもらえません？チョークの跡が消えにくいですわ。指揮官、いつからいましたの？教室の雰囲気を案外気に入っていますのよ。なんだかしがらみがなくフリーダムな感じですわ。あのチョークの跡、手の届かないところにありますわね。椅子の上に乗れば。そんな丈夫な椅子はないって？もう指揮官、怒りますわよ。指揮官、お昼に他に何か予定は入ってます？何もなければこのままフォーミダブルに付き合ってもらえません？今日の授業は別にロイヤルレディにとってなんてことありませんでしたわ。まあ確かにちょっと分かりづらいところもありましたけど。あら、肩にチョークの粉がついています？違う、マッサージしたいって。感謝しますわ。なんてことするんですの？チョークの粉が落ちてるって？せめてちゃんとした言い訳を考えてほしいですわ。指揮官、まとめた任務リストの確認を忘れないでくださいませ。指揮官、任務報酬のリストも確認を忘れないでくださいませ。指揮官、メールはこちらに置いてありますわ。確認を忘れないでくださいませ。おかえりなさいませ。これはフォーミダブルへのお昼の差し入れ、ありがとうございますわ。恐縮ですが、指揮官が近くにいると頭痛になる病気にかかっております。どこか見えない場所に行ってくださいませ。指揮官、何かご用ですか？用がないのでしたら一緒にお茶会でもいかがですか？イラストリアス姉さんとビクトリアス姉さんだけでなく、こんなにも数多くの観戦たちを取りまとめているなんて、指揮官はものすごく包容力のあるお方ですね。よければぜひお近づきの印としてこのケーキを少しお分けしますわ。召し上がってくださいませ。私、本当はロイヤルレディのように振る舞うことよりもう少し楽に生きたいですことよ。普段はそれができなくても、イラストリアス姉さんたちのように親しい相手の前でしたら、私ともうちょっとお近づきになりませんこと？指揮官、昼休みに何か予定はあります？フォーミダブルは別にありませんわ。もちろん何もしなくたっていいですわよ。可愛い学園生徒のフォーミダブルがここにいる、それだけでもう十分じゃありませんかと。指揮官、委託完了しましたよ。港にみんなを出迎えに行きませんこと？フォーミダブル、ご期待を裏切りませんわ。
敵に情けをかけないのがロイヤルレディの作法ですわ。最優秀の日直とお呼びくださいまし。こんちく、尊敬すべき相手でしたよ。でも次は勝たせてもらいますわ。幕引きよ。各員、もうちょっと頑張りなさい。チョークの跡が消えにくいですわ。指揮官、いつからいましたの？あのチョークの跡、手の届かないところにありますわね。椅子の上に乗れば。そんな丈夫な椅子はないって？もう指揮官、怒りますわよ。指揮官、お昼に他に何か予定は入ってます？何もなければこのままフォーミダブルに付き合ってもらえません？今日の授業は別にロイヤルレディにとってなんてことありませんでしたわ。まあ確かにちょっと分かりづらいところもありましたけど。あら、肩にチョークの粉がついています？違う？マッサージしたいって？感謝しますわ。なんてことするんですの？チョークの粉が落ちてるって？せめてちゃんとした言い訳を考えてほしいですわ。指揮官、まとめた任務リストの確認を忘れないでくださいませ。指揮官、任務報酬のリストも確認を忘れないでくださいませ。指揮官、メールはこちらに置いてありますわ。確認を忘れないでくださいませ。おかえりなさいませ。これは？フォーミダブルへのお昼の差し入れ？ありがとうございますわ。指揮官、委託完了しましたよ。港にみんなを出迎えに行きませんこと？指揮官、任務報酬のリストも確認を忘れないでくださいませ。
フォーミダブル。指揮官様に生涯の愛を捧げ、幸せな時も困難な時も、止める時も貧しき時も、長いから以下省略。はい、次は指揮官の番ですわ。ちょっと長いけど、私のように略してはいけませんからね。